こんにちは、みりんです。今日は炭鉱について改めて。トライ G では風化したお守りなどを集める際、基本的には採掘が主かと思います。その際に火山の採出アーや、各秘境で集めることとなるでしょう。ということで、各炭鉱で回収可能なアイテム及びメリットデメリットを改めて確認していこうかなと。風化の期待値出せば済むのでは？それをやると動画である必要なくなるので勘弁。本当に5石欲しい方はスナイプでもしてください。ということで今回は炭鉱手順と、どこで何が回収できるかのおさらいですね。それではどうぞ。まずは王道、火山の爆死採掘。入ってすぐ、骨の採取ポイントがありますが、ここから取れるのは太鼓の塊やフルオマばかり。風化オマ一本狙いなら不要ですが、新鎧玉は回収できるので、掘っても無問題でしょう。そして今回は回収しませんが、ここの虫網ポイントはドスヘラや幻鳥などが回収できます。意外と装備に要求されるので、必要な方はこちらも回収しましょう。したらば鉱脈、言わずもがな、風化スポット。こちら 11% が最大5枠ですね。秘境北の 21% ってどうなん？数字見ただけだとパッとしないが。じゃあ他のところを見ていきましょう。続いてはエリア8。こちら排出数は最大5枠で、風化したお守りは 5% になります。5% か。だいぶ低いのな。ただメランジェの排出率はかなり高いので、新鎧玉の調合素材としては助かりますね。ではエリア9。こちらも風化したお守りは 5%。排出数は最大6枠ですね。画面左のやつ、さっきと何も変わってないが買えなくていいんか？あ、それエリア8のとエリア9のここはデータではなぜか排出率全く同じなのですよね。真偽はさておき、データがそう言ってるのでここはコピペでおしまい。そしてエリア9の2カ所目。ここは風化オマ 11% と非常に高いですが、排出数が最大3枠と心もとないです。で、3カ所目ですが、ここは掘りません。ここだけ、なぜか貝素材しか回収できないためですね。ドラグライトが不足するという方も、後に紹介する炭鉱をした方が集まりやすいので、ここはスルー安定です。次に行きましょう。ということでエリア10。またしても確率コピペ。ここもエリア8やエリア9の1カ所目と確率は同じです。つまりここも風化オマは 5% と？そういうことです。つまり、これら3カ所は 5%。エリア9の 11% は排出数少なめと。もしかして、秘境の 11% 5枠って超優秀？火山の中では相対的に出やすいですね。少し脱線しました。話を戻しましょう。エリア10の2カ所目ですが、ここも掘る必要はありません。ここも上位素材ばかりのためですね。ただ、ユニオン鉱石は不足しやすいので、用がなくともとりあえず回収を進めておきます。そしたらエリア10は終わり。風化を守る目的の方はここで死んで大丈夫ですね。一応、エリア5にも当たり鉱脈はありますが、かなり低確率なので、無視して構いません。ですが、ここの鉱脈はユニオン鉱石がそこそこ出やすいので、欲しい方は回収しておきましょう。それじゃ帰りますか。期間手順ですが、今回はゴマをつけているので、小樽1個と大樽1個で死ねます。体力マイナス10や防御ダウンの5石があるとさらに速くなりますが、なくても無問題でしょう。今回の動画では秘境スタート前提でしたが、火山の採出アーだけは出しておかねばということで、改めておさらい。秘境スタートと比較したメリットデメリットはこんな感じですね。他にも色々あるかとは思いますが、ひとまずこの程度で。爆死採掘は手間がかかり、採出アーはシンプルで楽そうという印象を覆すほどでは、ないよな。果たして本当にそうでしょうか？例えばエリア8。採出アーにはメラルーが配置されており、駆除やまたたびの所持が必要になります。まあこれは肉球のスタンプの回収も兼ねれて有用な場面もあるし、多少はね。ですが、採掘が主であればこういった要素は大きなマイナスになりまして。また、エリア10も問題が。エリアインした直後の小型配置を見ていただきたいのですが。採掘アーだと、入った時点で鱗取るに発覚してしまうのか。そうなんですよ。採掘アー用の装備であれば、死ぬほどの被弾こそありませんが、それでも小型に意識を割く必要が出てくるんです。つまり、採掘アーは向かないと言いたいのか？いえ、そうではなく、爆死とツアーでは目的を分けてみるのがいいのではないかと。今回紹介した鱗とメラルーの素材は、一部武器の強化にかなりの数を要求されます。であれば、脳死で炭鉱するなら爆死採掘。素材が不足している段階ならツアーが向いてるのでは？と。爆死は一見面倒ですが、慣れてしまえばほとんど画面を水にできますからね。心理的ハードルはやや高いですが、意外と楽なのでぜひという感じで。続いて経由。火山の次に風化オマの炭鉱に使われるポイントでしょうか。鉱脈からは 10% が最大6回。そして骨からは 32% が最大3回ですね。
鉱脈は排出数多めで、骨は確率高めか。ただ、いかんせんここは採取量が少ないので、風化も多くて2、3個程度になります。でも秘境だけでこの数ならそこそこうまいな。あとはエリア6とかも風化取れるんだっけ？いえ、軽油炭鉱はこれで終わりです。秘境だけ漁って帰るのがおそらく主流ですね。あ、でも一応、エリア7とエリア9の虫網ポイントは幻鳥が固定湧きで出るのでかなりおすすめです。総括するとこんな感じ。ドラグライトやピュアクリこそあるけど、基本は風化一本釣りになるのか。よほどやり込んでてリソース蓄えてる人ならともかく、基本は火山がいいって感じですかね。火山経由問題は人によって好み割れるので、どっちがいいか一概には言えませんけどね。とりあえず、その他の鉱石や金の問題も含めて炭鉱するのが安定ではあります。トリマ、風化目的の炭鉱はこの2つですかね。あとは軽く他の秘境にも触れて終わりましょうか。